ののです。今回は薄い生地のジグザグ縫いのポイントについてお伝えしていきます。スムーズに縫うためには大変重要なポイントがありますので、チェックしてみてください。別動画でジグザグ縫いのポイントはお伝えしているんですけれども、端の方をキワキワに縫わないとか、それから中の方に寄せたらいいよとか、いろいろポイントはあるんですけれども、この薄い布の場合はもう一つポイントがあります。それは縫い代をそのまま縫っていくと糸がこう外れてきたりするんですね。それを防ぐために、縫い代の部分5ミリとは言わないんですけれども、少し折り込んでアイロンをかけておきます。そこを縫っていくわけです。ここにジグザグをかけていくとどのようなことになるかというと、薄い布が二重になるわけで外れにくくもなりますし、仕上がりがとても綺麗です。仕上がりは同じこのように縫い代を割った形にしても、先ほどのとは格段に綺麗に仕上がっていますね。これは折り込んだ形でこれからやる方法です。それではやってみましょう。ジグザグをかけてきました。端がどうしても気になる方は表からかけていっても大丈夫です。表からかけていっても同じようになります。こちら側に出ても構いませんし、中の方に入っていっても構いません。折り込んでしっかり普通に縫っていきましょう。このような感じになりました。こちらに外れてても気にしないでください。縫い代を割るとこのような状態になります。縫い方のコツについてお伝えしていきましたけれども、そもそも薄い布というのは通常の11号60番の糸で、おかしいなって思った時は、調子がね、おかしいなって思った時は9号の針、90番の糸に変えてみるというのは基本です。通常の針と糸でやってみてうまくいかないなって思った時には、それに対応してちょっと号数を落とすとか、糸も変えてみるっていうことをやってみてください。そちらをやってみて今回の方法を取り入れていただくと、とてもスムーズに綺麗に仕上がります。